四川大学の学生はこのほど軍事訓練でいわゆる国の情勢や社会の全体的な安定性を維持するために暴力を震わされる動画がインターネット上で出回っています。ネットユーザーは当局は六四天安門事件の再現を恐れているため今のうちに大学生に洗脳を始めているのではないかと述べました。 四川大学の公式サイトによると、7月20日午前、四川大学の2019年と2020年の学生が、軍事訓練報告公演と総括会を行い、都市部のテロ対策など、6つの軍事訓練公演を含む2週間の軍事訓練の成果を報告しました。ネットユーザーが投稿した動画には、軍事訓練に参加した学生たちが、迷彩服を着て、警棒や盾を持ち、 隊列を組んでいいいわゆるる都市型テロ対策に参加してて様子が映っていますネットユーザーは、大学生がこんな洗脳を受けているなんて本当に悲しい。目的はこれらの大学生らに善悪の区別をつける能力を失わせ、誇り高い子どもたちの世代を台無しにすることであると述べました。